まもなく FOI ラジオの時間です。皆さんこんばんは、オカルト捜査官の FOI ラジオです。本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本とナンバー41の K 横山でお送りいたします。お願いします。お願いします。この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人の一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様に報告する番組です。はい、ありがとうございます。はい、超捜査士ですね。超捜査するやつですね。徹底的な捜査を心がけていくやつですね。 FOI なんでね。はい、はい、そうですね。FOI って何なんでしたっけ。フェデラルオカルトインベスティゲーターということで、はいはいはい、今日も絶好調ですね。滑舌の方も任すとけって感じですね。そうですね。どうなんか反響はありましたか。聞いてもらった周りの人とか。まだね、ちょっと僕の周りは、ね、ビビって聞かせられてない。うん、俺はもうテンション低いとかダメ出しも受けて。誰だそんなことは。なんか FOI ってちょっとタイトル滑ってないみたいな。あんなに言わせたのに。俺あんなに言ったのに。ちょっと滑ってないみたいな。某弟が言ってたよ。あいつ本当に。ちょ、お前も妹に聞いてもらえよ。すごい嫌だ、本当に。身内一番嫌だよ、ね。お母さんより嫌だ、妹。すっげえ辛口。絶対。いいんじゃないっていう。いいんじゃない全然思ってない。ああ、勘弁してほしい。まあ、うん、ね、まあ、賛否。両論ですか。もう絶賛の嵐でしょ。絶賛の嵐ですか。うん、ああ、それは、はい、とても自分に都合のいい世界にお住まいのようで、よかったです。はい、はい、というわけで、第2回目ですね。はい。緊張は解けましたか。もう全然ですよ。前回もそんなこと言って、さんさんたる滑舌をご披露されていましたけれども。もうここまで来るとね、はい、もう開き直るしかないよね。開き直る。30年目だもんね、その滑舌の付き合いも。怖い。これからもせえな。そう。もう体感時間的にはとっくに折り返しを過ぎてるらしいんで。マジか。二十歳ぐらい過ぎんでしょ、あれ。あ、そうなの。うん。もう、二十歳以降はもう、二十歳までの体感速度と二十歳以降の人生同じぐらい長さらしい。へ、う、ぇ、ん、もう僕たちは余生ですから。余生か。すでに。もうすでに。すでに余生です。釣られちゃったよ。よし。まあ、そんな感じですけれども。うん、なんか、あった？最近怖い話とか怖い話あったわみたいな。ああ、俺はあれですよ、全然すげえ怖い話じゃないんだけど、うん、あのよく行くさ、うん、飲み屋があって、うん、でそこで聞いたんだけど、うん、そこ新宿にある飲み屋なんだけど、うん、お店に出るみたいなのを、うん、出るっていうか奥の方の席に、うん、常連さんみんなあそこ出るよねみたいな、なんか見たって言うんじゃないんだけど、うん、出るよねみたいな。で店員さんもそこの、うん、そこの鏡があるんだけど、そこの前を拭くのは嫌だみたいなところがあるらしくて、うんうんうん、なんかちょっとそこを定点カメラとか仕掛けてなんかできないかなとか思ってるけど、でもまあなんか飲み屋ってさとかって結構出るってあるらしくて、うん、そこの、うんうんうん、その席にいた別のところで飲み屋やってる人とかも話聞いたら、うんうん、なんかあの前働いてたお店は出ましたよみたいな、うん、青山でのバーらしいんだけど、うん、女性が歩いてるのがただ目撃されるみたいな、うん、お店閉めた後とか、うん、で店長とか顔覗かれたりとかして、へー、でも女性の霊がいるお店って、うん、男のお客さんが増えたりするんだって、うん、だからなんかその座敷わらし的にお祓いしないこととか多いらしくて、うん、へー、そうなんだ。そうそうそう、だから皆さんの行きつけのお店ももしかするともういるかもしれない、いるかもしれない、へー、うん、話でしたけど。機械を俺買ったよ。機械、そう、お化け探知機、バケタンっていう、ね、おう、なんかボタン押すと光るんだけど、うん、なんかお化けがいるところで普段は緑色に光るんだけど、お化けがいるところで押すと赤く光る、うん、おお、そう、いくらぐらいするの。3000円ぐらいして、おお、まあそこそこするってまあまあまあなんか押さないと本当は光んないはずなんだけど、うん、なんか唐突に真夜中とかに光ったりするからポケットにしまってるもう光が届かないところに、もうやめてほしいからあれじゃないですか、目の端で光ったりするから怖いことあれ今光ってたよねみたいな怖いね。
そんな感じで、うん、今日もじゃあ、はい、怪談いくつかご紹介していきましょう。はい。FY Radio。なんかこの間さ、うん、ふっと思い出したというか、うん、あれだったんだけど、新しいとこ引っ越してさ、おうおう、今チャイムの音が、うん、ピンポンの音が変わって、昔住んでたマンションと同じ音になって、へー、そうで思い出したんだけど、実家のね、うん、マンションと同じ音なんだけど、俺が高校2年生、うん、違うわ、3年かな、3年の夏、うん、なんだけど、夏期講習行ったじゃん、うん、俺もお前も、うん、行った行った、大学受験のために夏期講習行ってて、うん、でうちの家族って、うん、俺と弟と両親の4人で住んでんだけど、うん、毎年ね夏はあの7月とかになると旅行に行くの、うん、2週間ぐらい、へー、でその年は8月に親が、うん、まあ、旅行行くってなったんだけど、うんうん、その俺夏期講習だから行けないじゃん、うん、だから、まあ、俺一人で残るってなって、うん、で夏期講習行って、うん、帰ってきたら机の上に書き置きがあって、うん、家族旅行に行ってきます俺は家族じゃないんだなみたいな怖い話みたいなじゃなくて、まあまあ普通に、うん、まあ俺はまあ夏期講習終わったら家帰って、うん、でテレビとかちょっと見て、うん、まあちょっと復習して、うん、夜中に寝るみたいな生活をさ、うん、2週間ぐらい続けるわけじゃん、うんうん、である日、まあ終わって帰ってきて、うん、まあぼちぼち寝ようかなと思って夜12時過ぎとか、うん、にピンポーンってなって、うん、家のチャイムが、おこんな時間にと思って、うん、一応こうインターホンのところにさカメラついてるか見たんだけど、うんうん、誰もいなくて、うん、誰もいないなってなって、でもう嫌だったから放置したの、うんうんうん、そのままピンポーン鳴りっぱなしみたいな、うん、誰もいないんだって、そうそう、一回鳴っただけで終わったから、うん、まあ間違いかなぐらいの感じで終わって、まあ翌日も同じぐらいの時間にまたピンポーンってな、うん、え、昨日も鳴ったよなと思って、うんうんうん、やっぱ映ってないし、うん、だからちょっと怖かったけど、うん、外出てこう見たんだけど、うん、誰もいないの、うん、でうちのマンションって、うん、1階に住んでたんだけど、うん、1階だけ共同玄関じゃなくて、うん、個別にこう入り口があってさ、うん、その目の前の通りが、うん、一直線の道で、うん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 、隠れるとこがないの、うん、だからピンポンって鳴って外出て見たら隠れらんないのよ、うんうん、ピンポンダッシュできない、ピンポンダッシュはできない、うん、構造上、っていう感じでいないってなって、うんうん、怖かったんだけど寝て、うん、なんとかごまかして、で翌日もまたなんの、うん、で誰もいないの、うん、もう3日目になってさすがにもう怖すぎて、うん、親に電話して、うん、どうすればいいって言ったら、いやどうすればいいってってなって親もうーんみたいな、うん、で4日、うん、目なる、うん、もう俺その辺でパニックってああ無理無理無理ってなってうん、うん、友達呼んで、うん、家来てもらって、うん、一緒にこう、まあ、勉強しつつ、うん、それを紛らわすみたいな、うんうん、やってたらなんなくなったの、友達来たら、うん、あなんなんよかったと思って、そしたらそのうちに家族も帰ってきて、うん、もうピンポンならなくなりましたっていうのがあって、うん、でもだからなんか見たとかいう話じゃないのね、うん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 、俺がだからまあそういう怖い話あったなぐらいの、怖いっていうか不思議な話あったなぐらいの感じだったんだけど、で大学生の時にさ、うん、まあちょっと時は流れって感じなんだけど、うん、大学生の時に、まあ、友達とさ宅飲みとかしてさ、うんうん、ちょっと怖い話しようぜみたいになるじゃん、うん、でその時に、うん、俺全然持ちネタそんななかったから、うん、あそういえばなんか不思議な話っていうのでっていうので今の話したの、うん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 、こういうことあったんだよねぐらいの感じで話したら、うん、その中の一人が秋田県の寺の出身の子がいて、実家がお寺っていう、うんうんうん、で、あの山本くんそれって8月とかって言ったよね、うん、夏って、うん、ああそうって言ったら、多分お盆だったんじゃないって言われて、おーおーってなって俺、うんうん、でうちって毎年、まあ、お盆の時期になると、うん、玄関のところでさ迎え火を焚いて、うんうん、ちゃんと火をこうぐるぐる回って、うん、またいでご先祖様をあのちゃんと玄関のドア開けて、うんうん、招き入れて、で帰るときはちゃんと送り火焚いてっていうのをさ、うん、割とやる家だったから、うんうん、でその年は家族ももう旅行で行っちゃってるし、うんうん、で俺夏期講習だから当然さ一人でそんな炊かないから、うん、やらなかったなそういえばと、うんうん、あーあれあご先祖様が
うちに入ってこようとしてたのかなっていう感じで、なんとなく俺の中でそのガテンがいって、なるほどね、そう納得できたっていう話があって、うん、まあなんかそう、あそういうこともあんだなみたいな、うん、でもほらお盆の時ってさ、うん、ご先祖様だけじゃないから、その釜の蓋が開いて出てくるのとかって、うん、いろんな例がいるから、まあ一概にあれがご先祖様だったのかとかまあそもそもあれだったのかとかは分かんないけど、うん、まあ俺的にはすごいさ、うん、怖かったなみたいな、ね、腑に落ちた、そう、うん、腑に落ちたのよ、その何だったのかっていう、へっていうね。 FY Radio。まあ、立て続けにさ、こっちの話になっちゃうんだけど、うんうんうん、俺っていうか、あの俺が今よく働いてる同僚の話なんだけど、うん、チャイムでつながって、おお、そう、なんかあのそいつはもともと京都の出身とかで、うん、まあ、転勤族でいろんなとこ行ったんだけど、で今は東京で一人暮らし始めてもう5、6年経ってんだけど、うん、前住んでた、前東京で一人暮らししてた家で、うん、心霊体験したことあるって聞いてたから、うん、あ、なんか引っ越したのが去年のね4月だったんだけど、うん、4月に引っ越して5月ぐらいに、あ、そういえば新しい新居でさ、なんか怖い体験ないのって聞いたの、うん、したら、いや1ヶ月だからないわって言って、うんうんうん、あったみたいな、あったってなってあったかいってなってで聞いて、まあなんか軽い話かなと思って聞いたら、うん、そいつのところが結構築年数の浅いさ、うん、マンションでオートロックの共同玄関のロックがあるんだって、うん、ほうほう、だからチャイムもさ2種類あるんだって、うん、共同ロックの玄関のところはピロリンピロリンみたいな流れて、うん、家の前で直で鳴らすとピンポンってなる、うんうんうん、その20段階で今どっちに人がいるかっていうのが分かる感じらしいんだけど、まあ、基本人が訪ねてくるときだからその2段階でさ、うん、なるわけじゃん、うんうんうん、なんだけど、そのある日の夜中に2時ぐらい、うんうん、いきなり家の前直のピンポンが鳴ったの、うん、ピロリンがなしで、うん、え、直、しかもこの時間ってなって、うん、家だったけど玄関のモニター見たら、うん、若い男女が3人ぐらい立ってなって、うん、で女の子1人と男2人、うんうんうん、でなんかね通話ボタンを押してないから声は聞こえなかったらしいんだけど、うん、こう手招きしてなって、へー、でえと思って、うん、で玄関の方に、うん、行ってみて、こう、行ったのね、そう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 行ったなんてまあなんか、うん、玄関の方に行ってこう見たら、うん、もういなかったって、へえ、でドア開けてみたけどいなくて、うん、でそこが本当に大学超近いの、うん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 、ある大学が近いところに住んでて、だからそこの学生が部屋1個間違えたなみたいな、うん、で多分横の家の友達とかを訪ねてきたけど間違えてうちでピンポン鳴らしたなみたいな、あ、だからすぐそっち隠れたんだなっていうふうに思ったなって、うんで玄関からまたリビングに戻るじゃん、うん、そしたらまたピンポーンってなるんだって、へー、で戻るのってほんの数秒なわけよ、うん、そんな広い家じゃないから、うんうん、数秒のうちにまたピンポーンってなって、うん、パッてそのモニターを見たら、うん、また3人組がこうやってやってるんだって、へー、手招きしてるんだって、うん、そのモニターの中で、え、だって今いなかったじゃん、うん、本当に数秒前だから、うんうんうん、いなかったよねと思って、うん、今度は通話ボタンを押したなって、うん、そしたら、うん、おいでよおいでよとか来いよっていう声が聞こえてきてうわうわやばいやばいやばと思って、うんうん、速攻で通話終了して、うん、もう布団の中潜って、うん、もう朝まで眠れずにいたよっていう話をして、俺あの時おいでよについていったらどうなってたんだろうめっちゃ階段じゃんみたいな、うん、1ヶ月でそうそう住んで住み始めでもねそこも前さ、うん、お前が金縛りに会ってたって言ったのも新築のマンションって言ってたじゃん、うん、そこもね新築なんだって、へ、俺も何回か仕事で遅くなった時とかに車で送ったりはしてて、うん、そういう家にめっちゃ綺麗な、めっちゃ綺麗な 新築のマンションなの、うんうんうん、ほらなんでみたいなそこについてる、それともお前みたいな感じだったけど、うんうんうん、そうっていうのをね思い出したわ。 FY Radio。
怪異系の話っていうよりは、うん、人コアの話なんだけど、はいはい、あのこの前大学の先輩にさ、うん、飲みに連れてってもらって、うん、あの新宿の歌舞伎町に行ってきたんだよ、うん、そこの、まあ、飲み屋さんで聞いた話なんだけど、はいうんうん、まあなんかこの活動を始めてからさ、うんまあ、怖い話ないですかみたいな聞くようにしてて、うんはいはい、その場も聞いたのよその人に、うん、なんかないですかねみたいな、うん、聞いたらいやないねみたいな言われて、うん、私、うん、そもそもお化けとか信じてないしみたいな、まあねみんながみんな持ってるわけじゃないよ、ねうん、そうそう霊感とかも別にないし、うん、で言われて、うん、ああみたいな今日収穫なしかなみたいな思ってたら、うん、なんかそのお化け系じゃないけど、うんまあ、人が怖いみたいな話があるって言われて、うん、えーみたいなじゃあ教えてくださいって言ったの、うん、そしたらその人の知り合いの話らしいんだけど、うん、その知り合いの子がある晩、うん、あの高校生ぐらいの時に、うんそんなに仲良くない友達から、うんまあ、急に電話かかってきて、うん、ちょっとこれからドライブ行こうぜみたいな、はいはい、誘われたんだって、うんで、まあ、なんか深夜テンションでさ、うん、もうそう、4人ぐらい集まってるらしくて、女の子1人と男3人みたいな集まってて、うんうんうん、で、もう誰これ構わず電話して、ちょっと遊ぼうぜみたいな、はいはい。いうような、もうちょっとイケイケどんどんみたいな雰囲気になってたらしいんだよ。ちょいだるいね。そうそうそう。うん、で、その子も、やっぱだるいな、みたいな、うんはいはい。いや、もうちょっと、今からは、みたいな感じになって、うん、結局行かなかったんだって。うんで、そしたら、うん、その4人組が、うん、その晩事故に遭っちゃって、うん、その誘ってきた男の子以外の3人は、うん、もう即死、うん、で、うん、その誘ってきた子は植物状態になっちゃったって、うん、で、まあ病院に行くわけじゃん、うん、それで、まあご両親来て見守るような状態になるわけだけど、うんうんそこの見てるところにさ、見守ってるところに他の死んじゃった3人のご両親が来て、うん、うちの子を、うん、この子殺したのになんでこの子だけ生きながらえさせるんですかみたいな、うん、言って、うん、そのつけてたさ人工呼吸器を外させちゃったんだって、うん、延命する必要ないですよねマジうん、結構実際あった話らしくて、うんうん、まあ、まあ脳死状態とかだったらさ確かに延命してても、まあ、それ以上の改善の見込みとかはないのかも。いやでもそれは家族が決めることでしょう、うん、いやまあそうか、うん、まあうちの子の分も頑張ってねみたいなのにはならなかったみたいな。まあそれを必ずしも言えるかは分かんないけどさ、うん、高校生でしょでも、うんうんうん、いや後味悪いねそうだねそんな話をちょっとこの前聞いてきたよ。FY Radio エンディングです。というわけで第2回目終わりました、はい、終わりました。どうでした？なんか1回目からの進歩は見られましたか？大器晩成型なんでね。あ、そうだね、はい、僕たちなんか前回もそんなこと言ってなかった僕たちスロースターターなんで今後に期待ですねみたいな永遠に言い訳し続けるわけないそうだね、このままだね、こいつら離陸しねえなーみたいな滑走路長みたいなそうね、うん、そんな感じで。まあ、いいんじゃないですか、こうやってね。うん、少しずつ肩を温めて。うん、ね、うん。肩って言ったり、滑走路って言ったり。言ったりね。うん、お前、投手なのか飛行機なのか。わかんねえな、みたいな。思った。うん、そういうとこだよ。まあ、そんなね、うん、まあ、着実に進んでいきましょう。はい。で、まあ、うん、前回も言ったんですけれども。僕たち、オカルト捜査官は、まあ、ツイッターと、まあ、インスタグラムでね、うん、動画の配信も報告してるし、あとは
なんだろう、日々生配信とかね、そういう時とかも通知行くようになってるんで、ね、あ、ニコ生でたまに配信やったりしてます、うん、そちらもぜひ遊びに来ていただければ。あとなんか体験があるっていう人はぜひぜひ、すごい、どんなね、些細なっていう言い方はあれかもしれないけど、どんな体験でもいいんで、なんかちょっと不思議だなと思ったこととかあったら、ぜひぜひ、知り合いの方は直接でもいいですし、あのメールアドレスが FOI レディオ、はい、あ、すみません、ちょっとレディオって言っちゃいました。FOI ラジオ1991@gmail.com の方に、はい、直接メールいただいても大丈夫ですし、あのツイッターの DM とかでもね、募集してますんで、そう、あと僕もあの階段をね、個人的にあのインスタの方に、創作階段の方ね、創作じゃないよあれ、あ、そう、あ、創作もあるし、聞いたやつもある、おお、そうそうそう、なんかいろんな、まあなんかジャンルを問わず創作もありだし、人から聞いたのもあるしみたいな、いろんなのをねちょいちょい上げたりしてるんで、ぜひそちらも、概要欄の方にね、はい、リンク貼ってありますん でよろしくお願いします。お願いします。それではいいですか、お願いします、どうぞ。いつかあなたの住んでる町へお尋ねします、オカルト捜査 FOI、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。